アタゴ山城は、静岡県静岡市青井区くのや城山に所在する、日本の城石、長野丸い、茶臼山祭ともいう、駿河今川市の山城の一つ。静岡市街の平野部に独立し、国道1号に並行するように細長く伸びる丘陵、谷津山東端部で、標高90メートルの通称、アタ山に作られた山城である。 旗本の安倍正信が千八百四十三年に、記した、知事、春国雑誌には、長野丸井静岡浅間神社館主で、郷土師屋だった、新宮隆平が千八百六十一年に記した知事、駿河資料には、茶臼山祭として紹介されている。千五百四年に、今川氏地下が築いたとされる。登場、及び、静岡駅南側の八幡山にあった、八幡城、 市街地北西部の鈴木山にあった鈴木山,山城の三条は今川市の本拠地である今川間と寸府の町を囲むように存在し、東城は北東側から侵攻してくる敵を防ぐ重要な位置にあった。しかし1568年に始まった武田信玄による駿河侵攻では今川氏真が寸府から掛川方面へ逃亡した直後に武田氏方に占拠され、 東方から今川市を救援船と向かってくるご法城市の軍に対する防衛船として活用された。排除時期は不明。現在は、靴谷あたこ神社境内となっているが、神社本殿を本局林とし、その北側の一段低い平場ニの車として、周囲の尾根筋に複数の腰車を展開し、土塁や空堀などを設けている。 駿河今川市時代の遺構を残す定石となっている。また谷津山自然公園としてハイキングコースが整備されており、あたご山付近はあたご鳥での森と呼ばれる。なお、北西山麓の竜久も寺には、駿河信仰の9ヶ月前に死去したことぶきかつらにの墓所がある。ありがとうございます。